けどもね、この色合いが。でもさっきのあの黒いあのスウェードはニューヨークで買ってきたのかな、ね、そうです、はい、双方で、はい、おしゃれ。やっぱり買い物すごくいい。そうですね、あの革なんかは向こうの方が全然安いですから。それでね、企画にあなたも買わなかったのって言ったら何にも買ってこなかったんで、うん、なるほど、はい、じゃあスタンバっていただきましょうかね、はい、彼女はね、ニューヨークでね、ちょっと違う、そうじゃなくてね、え、明菜さんにどうしても見てもらいたいものがあるの。ニューヨークでもって衝撃的なことがあった。あ、あれちょっと見せちゃうんですか、ね、あれちょっとね、お見せしましょう。実はスタードッキリマリフ広告ニューヨークでやられちゃった。そうです、嘘なんで私があったんだね。これお店に買い物行ってゴートが入ったってやつですよ。ニューヨーク楽しかったですかって。Yeah, it's not a nice city, right? どうしましたか？ドッキリカメラでしょ。はい。ドッキリカメラ。そうだ、だって当たるわけないと思ったもん。強盗が買い物に入ったお店に入ったと思って完璧にドッキリで騙されちゃったんですね。はい。怖かったでしょ。でもすごく怖かったです。ニューヨークだもの、だけどこの番組も珍しい。ニューヨークまで行ったんですか、じゃあドッキリを取りにわざわざ。私は日本ではね、あのいつもドッキリテレビで見てまして、で絶対かからないようにと思って、あ、今度は今こういう手を使ってるんだって頭にちゃんと入れといて絶対かかんないように頭に入れてたんですね、うん、でまさかニューヨークなんて思わないから、何にも思ってないから、うん、もう全然気がつかなかった。全然で覆面のあれがお店に来て、あなたを向けに向けて発砲しようとしてる。でも今から考えるとバカバカしいんです、すごく言ってることとかね。今から考えればでも分かんないもんね。分かんない。もうどうぞスタンバイしてください、はい、この模様はね、あの泣き顔がかわいい。でも涙が出そう、こっちまで。今度の金曜日詳しく放送でございますけども。本当に、うん、だけどあの普通の人ニューヨーク行ってゴート来たら、ドッキリだろ、ドッキリだろなったらボンってなっちゃいますからね。もうそれは全然気をつけてくださいよ。大丈夫、普通の人引っ掛けませんからね。それとね、あんなことはもう今後しちゃダメ。スタッフに十分気をつけてって言ってやったそうです。スタッフも偉い気使ったんです、ニューヨークだから。もう痩せて帰ってきてました、ね、お巡りさんが来ちゃったりとか変なことになったらまずいって一生懸命気使ったって。それではよくやります、参りましょう。フィン、どうぞ。私 Oh